はいどうも、しろこりです。今回はタンチのデモ版をプレイしてみます。タンチは手書きのグラフィックがチャーミングなクラシックな横スクロールアクションゲーム、さらにローグライク要素、4人協力プレイ、シャーマン魔術が組み合わさっています。手書きの美しいアマゾンの密林を探検し、神秘的なペルーの伝説の秘密を解き明かせ。それでは早速プレイしていきましょう。はい、今回はタンチって読むのかな、タンチのデモ版をプレイしてみます。4人、最大4人までの協力プレイが可能みたいですね。ここでキャラクター選択ができる。どの子にしよう。うん、この人は？設定、グラフィックセッティングか。他は、コントロール。ロール、ジャンプ、マジックアタック、ベーシックアタック、ランチャーアタック、スペシャルアタック、ヒールポーション。なるほど。言語、デモ版での言語は英語のみみたいですね。はい。うん。OK。多分 OK。よし、じゃあ早速行ってみましょう。敵か？あ、これ敵？はい。魔法とか攻撃方法はキャラクターによって違うんですかね？はいはい。お、次から次へと。おっと。敵も可愛らしいグラフィックですね。お、いや強いやんけ。なんだ？これは拾っていいのかな？魔法がこれで、これがスペシャルアタックはまだ使えない。ランチャーアタック、うん、これがランチャーアタックなのか。うわ、いってローリング、うんうん、ローリング、はい、ローリング使ってく。あてい、うん、オッケー。お、なんか今のなんだ。あ、こんなのあるんだ。ジャンプ使うと、あぶね。あやばい、ポーション。危ない。当たってない。あやばいね。火出してる。怖っ。危ない。あ、強かった。おーっとー。痛い。やばい。回復。全回復するわけじゃないんですね。当たり前か。マジックポイントは近接攻撃を、普通のアタックを当ててると回復してるっぽいかな。
おっと、危ない。あー、やばい。敵たくさん出てくると大変ですね。あー、やばいやばい。だいぶひびが入ってきた。敵もダメージ受けるとどんどんボロボロになっていきますね。よいしょ。ふぅ。コンティニュー。うん、なんだ？うん。ボーナスルーム。ミステリーチャレンジ&ウィンプライズ。この人とは話すだけ。これは、これ何？これ何？え？あ、これ倒すと、倒せばいいことがあるよみたいな？そういうこと？あ、この組み合わせでいろんな技が出せる。あ、近接近接魔法とかでやると、はいはい、魔法、あ、なくなっちゃった。あー、コンボがあるんですね。時間内攻撃し続ける感じなのかな、これは。通常攻撃にランチャーアタックを入れると敵を打ち上げることができますね。うん？うん。なんか映像が見えたけど、あ、なんか使えるようになったっぽいな。必殺技が使えるようになったのかな。よっしゃ。あーちゃ、よいしょ。OK。 おっと、おーい。おーい、やばい。おー、これが必殺技ですか。死にそうだが、ポーションもうないし、あー、やられてしもた。で、最初からやり直し。ローグライク要素があるって言ってたから、そうですね。なるほど、これを繰り返していくのか。他のキャラも使ってみる？じゃあ、帽子の子を使ってみましょうか。はい、OK。うん。この子めちゃくちゃ見た目魔法使いっぽいけど。おー！へぇー。あ、人によって、キャラクターによって属性が違うのかな？いてててあ、ローリングのモーションとかも違いますね。かわいい。帽子に羽生えてる。かわいい。なんでこの子だけちょっと現代風の服装なんですかね。ああ、いいね。
これ当てると結構一方的に、はいはい、いいじゃない。この子範囲広くていいですね、攻撃の範囲が。この子はダメージはそんな高くないのかな。あ、ダメだった。与えるダメージが足りなかったみたい。あ、そういうことあるんだ。どうやったらダメージ出せるんだろう。敵と戦ってる感じは、あれ、なんかモンスター違う。危な。あ、攻撃をキャンセルして回避できるのいいですね。こう攻撃中でもキャンセルできるから、それは助かる。あべ当たっちまった。あれ、敵が見えないんだけど。おお、なんだこれ、何この雲。やばいやばい、うわ死ぬ。なんかさっきより敵凶悪じゃない。この雲みたいのなんなん。あー、やられてしもた。なかなか歯ごたえがありますね、見た目と違って。あ、この子は羽がある。はい、やっていきましょう。この子はどんな感じなんかな。おお、おー、いいね。羽を飛ばしてるのかな。回避は控えめですね。チャンスフォーランダムエネミーストラックバイライトニング、うん、サンクチュアリーアフター、うん、ポーション。うん。ステージクリアごとになんか、さっきのアビリティのようなものがもらえるのかな。あぶい。当たんね。この子は攻撃範囲は狭めかな。手数が多いのかな。やべ。あ、ここにしばらくいると継続で回復するって感じだったのかな。おお、なんだ今の。お、サクセス、オーケー。これでスペシャルアタックが使えるようになったのかな。あ、高速回転しながら
斜めに移動してたな。使ってみましょうか。えい、おお、ええやん。ほっギリギリで回避すれば避けられるということが判明した。来るぞ。ちょっといや、ダメだった。だいたいあそこくらいまでですね、行けるのが。よし、最後この子を使ってみましょう。オッケー。おぉ、お、槍か。いでてて。おぉ。魔法は？あの、蛇出してる。蛇出してますね。技出せるっぽいな。はいはい。インターリンク。近接攻撃。クラッキングレイ。ゲインセットアマウントオブヒットポイント。エブリタイム。うん。おっと。ああ、なんか、さっき手に入れたやつが、強げだな。連鎖攻撃してる。おお。これ強いですね。近接攻撃が敵に連鎖ダメージを与えてる。おお、来る。あぶね。おい、いやー、当たっちゃった。あー、このキャラ結構個人的には好きだな。使った感じ。蛇を使って攻撃してるのもポイント高しですね。攻撃力も高いのではないか、これ。てか、だいたいクリティカルヒットになってるけど、なんでだろう。うん。オッケー。この子の技は、たくさん蛇を召喚してるのかな。地面から蛇の尻尾が出てましたね。よし。ポーション飲んどこ。イノシシが来る。あー、あ、大丈夫だった。やばいやばい、来る。あー、当たっちゃった。あー、これか、回避するタイミングがいまいちわかんないな。おー、ええやん。
進めた。初めて先に進めた。あぶね。この近接攻撃がね、連鎖するやつがいいですよね。使っとくか。あー、このイノシシっぽいのはもしかして他の敵に、あ、違うね、違ったわ。全然手に入れる。バーン、マジック&パワーアタック have chance to temporarily burn enemies。 はあ、とりあえず取ってこ。うん、うん、あ、ボスかな。ボスっぽいですね。あ、でかっ。おっと、危ない。うん、ここはしっかり避けた方がいいのかな。おっと、おい、まだ出してくる。あーあー、上から落ちてくる。あ、しかもあれだね、回復しとこう。やべ、あー、焦るの良くない。ここはしっかり避けて、上も注意か。あー、あ、やばい、真ん中。あー、ほう、よし、今のうち。痛い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 。やべえ。これ何？力貯めてる？うわあ！あれってどう避ければいいの？あ、どっかあの、縦方向が、空いてたのかな。いや、まあでも頑張れば勝てそうですね。なるほど、こういう感じなんだ。はい、というわけで今回はタンチのデモ版を触ってみました。キャラクター4人それぞれかなり個性的な技を持ってて、どれも扱うのが楽しいですね。個人的にはこの子が一番使いやすかった。あと、うん、やっぱりヘビ扱ってるのはポイント高いですね。はい。気になった方は動画の概要欄にストアページへのリンクを貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。見てくださってありがとうございました。それではまた次回の動画またはライブ配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。